こういう風になりますね。はい、まだ表面がまだ何も何も、あれ、ゆっくりしてるのは何か型があるんですか。これです。これ下みたいな、下が逆になるんだ、はい、初めて知りました。で、何分ぐらい固めるんですか。何分ぐらい。1回2分で今。あ、その装置の中に入れて固まる。今はどういう状態。今はまだ繰り返していくんですよ。なんていうの、1層目、2層目、3層目、4層目みたいな、はいはいはい、何層目ですか。これもうラストです。ラストはい、こんにちは、長野インターネット放送局と申します。こんにちは。こんにちは。今長野県は中野市に女神ハウスに来ておりますけども、はい、お名前をお願いします。あ、そうですね、すいません、小笹美香と申します。ここで先ほどワークショップ、はい、ご苦労様でした。ありがとうございました。今日はどんなワークショップがあったんでしょうか。あ、はい、今日はオルゴナイトのバックチャームっていうものを作らせていただきました。バックチャーム。バックチャームですね、バックにつけるチャームです。はい、はい、バックにつけるからバックチャーム、ね、はい、そうです。はいはいはい、でもなんかなかなか凝ってますね。あ、そうです。そうです。それはどんなアクセサリーなんでしょうか。はい、これはオルゴナイトといって、はい、水晶と金属を樹脂で固めることによってネガティブなエネルギーを吸い込んでポジティブなエネルギーを出すと言われているパワーアイテムになります。パワーアイテムなんですね。はい、なるほど。はい、お守りみたいなものですね。UV レジンっていうものがあるんですけど、はい、それを型に入れながら、はい、中に水晶や金属、そして自分の好きなね、はい、お星様だったりとか、お花だったりとか、はい、動物だったりとかを入れて、はい、UV ライトで固めていくという作業を繰り返していくとこんな風になります。はい、ちょっといろんなデザインができておりますけども、はい、これはデザインは各自いろんなデザインがあるんですね。はい、そうですね、自分の好きなものを入れたり自分の好きな色をつけたり、はい、いろいろアレンジができます。なんかその何層にもなってるってお聞きしたんですけど、あ、そうですね、はい、何層にもなってます。1回で固めるのにはちょっと時間がかかったりとかしてしまうので、はい、薄くレジンを入れて何層にもしながら作っていくという方法になります。どんな風なパワーでしょうか。どんな風な、はい、水晶と金属を樹脂で固めることによって、うん、オルゴンエネルギーっていうものを、なるほど、パワーがあるんですね。はい、パワーがすごくある、まあ、自分でこうデザインするっていうのも、ね、すごく素晴らしいと思います。なので世界で一つしかできません。同じものを作ろうと思っても絶対にできないんです。はい、はい、このアクセサリーを作ろうと思った理由は何だったんでしょうか。作ろうと思った理由は、私昔から、はい、キラキラしたものが好きだったり、はい、石集めるのが好きだったりとかしていたんですけれど、はい、
それこそネットを見ていてこのオルゴナイトっていうものに出会いまして、はい、でオルゴナイト協会っていうのが長野県にあるんです。あるんですか。あるんです。あの日本オルゴナイト協会が松本が本部で、はい、えすごい。そうなんです。なのでそこに行ってるんですね。はい、はい、私もあの長野の方の講習を受けさせていただいて、うんことができたので、うん、そんなご縁もありまして、はい、作らせていただいてます。そうなんですね、はい、あ今そこに手元にありますけども、はい、そこにあのピラミッド、はい、ピラミッドなんかパワーありそうですけども、はい、パワーありますね。これは感じます。同じオルゴナイトと同じなんですね。はい、はい、そうなんです。これとはちょっと作り方が違うんですか。あやっぱり型に入れて、はい、あのいろんなものを入れて固めるっていう点では同じなんですけど、はいはい、こちらは UV レジンって、はい、UV ライトで固めるものなんですが、はいはい、こちらは2液レジンって言って、はい液を1液と2液を混ぜて、はいはい、あのそのままあの置いておくと固まるっていうものなんです。大きいものを作るときはこちらの方が、はい、自分が大好きで、はい、その作り始めたのがきっかけだっていうふうにお聞きしたんですけども、はい、そうですね、はい、その結構そのいろんなその種類が部品がありますよね。あ中に入れるものですか、うん、はい、そういったものをこう集めてるうちに、はい、なんかあのだんだん人にこう教えるようになっちゃったとかってお聞きしたんですけど、それはどうなんですか。そうですね、それもあります。あのどうしても部品って一つじゃ売ってないので、うん、たくさん購入することになってしまうんですが、一人では使い切れなかったりとかするので、だったらねたくさんの方々に使っていただいて、うん、みんなであの嬉しい気持ちになったらいいなって思います。なるほど、はい、最初はなんかそのいろんなマルシェやなんかでそのあそうですね作ったものをなんか販売していたっていうのをお聞きしたんですけど、はい、それはどうだったんですか。はい、販売の方を主にやってました、うん、はい、でここ女神ハウスさんができて、はい、あのこんなワークショップもやってみたらどうってお声かけていただいて、あじゃあぜひっていうことで今回初めてワークショップ、はい、今回第1回目だったんですね。はい、第1回目です。どうですか、初めてやってみて。ああ、ちょっとね、緊張して時間の配分間違えちゃってだいぶ時間も伸びちゃったりはしたんですけど、でも皆さんすごく喜んで、うん、あの笑顔でね、帰っていただいたのでとっても良かったなって思ってます。なんか自分の思ってるのと違ったけど綺麗で良かったっておっしゃってる方もいらっしゃって、うん、はい、最後はその撮影会じゃないですか、はい、撮影するためのなんかね、はい、照明まで持ってきて光るようにやってましたよね。それもここの女神マルシェさんの、うん、あのこうスタッフっていうか、はい、作家さんのお一人で、うん、そういうあのカメラの方がお得意な方もいらして、うん、そういうのを、はい、教えていただいてやらせてもらいました。今後はどんな風にやっていこうと思うんでしょうか。第2回目あ、はい、今日あのやらせていただいて皆さんとても喜んでいらしたので、はい、またこれからもどんどんねこんなワークショップもやらせていただいたり、まあコロナもありますけどマルシェとかにもどんどん参加していきたいなと思ってます。でこの女神ハウスさん、はい、すごくあのたくさんの作家さんとか、はいはい、あのいろんなこう特技を持ってらっしゃる方が集まってるのでいろんなことができると思うので、うん、これからもどんどんこの女神ハウスさんね利用させていただきたいなと思ってます。長野県は中野市になりますね。はい、はい、そうです。ぜひあの夢に向かって頑張っていただきたいと思います。はい、わかりました。どうもありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。